るほど龍一です。これは一体なんだ。なるほど逆転 TV です。今日は僕とその友人三つるぎ玲二も出ている逆転裁判シリーズの魅力をギュギュッとまとめて紹介します。だからこれは一体何の茶番だと聞いているのだ。いや逆転裁判シリーズの魅力を紹介しろって言われたんだけれど、一人じゃ心細くてさ。逆転裁判とは、新人弁護士なるほど龍一が数々の難事件を担当する法廷バトルアドベンチャーゲームで、一作目のリリースは2001年10月12日。もう20年以上も前の話か。法廷バトルというジャンル自体が画期的だったな。無実の依頼人を守るため、証人の嘘に証拠品を突きつける怒涛のバトル。いやい、こんな風にね。残念ながら貴様はその結果髪の毛を叩きつけられたようだがな。そんなこともあったな。でも発想を逆転させ矛盾を見つけ出し、腹立たしい検事をやり込めるのは爽快そのもの。うん、個性豊かな登場人物もシリーズの名物ではあるな。ということで、逆転裁判シリーズ全作品をそれぞれに登場したクセモノと合わせて振り返っていきます。なるほど逆転 TV。 まず紹介するのはこちら、逆転裁判 1,2,3 なるほどセレクション。記念すべき一作目、逆転裁判のクセモノといえば三つるぎ。お前を置いて他にいないだろう。私のどこがクセモノだというのだ。ほら、証人のおしゃべりに異議を申し立てていたし。これはむしろ証人の方がクセモノではないだろうか。それはさておき、逆転裁判2では伝説の検事カルマ号の娘カルマメイが登場。カルマメイといえば無知を振り回してきたっけ。あの無知痛いんだよな。続く逆転裁判3では謎の仮面検事ゴドウが登場。ゴドウ検事には彼の好物であるコーヒーを投げつけられたっけ。あのコーヒー熱いんだよな。まさに法廷バトル。貴様も何か必殺技の一つでも身につけた方がいいぞ。法廷バトルってそういうことなのか。そんな逆転裁判シリーズの原点である3作品をまとめた逆転裁判 1,2,3 なるほどセレクション、ミステリーアドベンチャーの金字塔たる魅力がギュッと詰まった一本です。なるほど逆転 TV。 続いて紹介するのは逆転裁判 4,5,6 驚きセレクション。新たな主人公として新米弁護士驚き宝介が登場。彼の能力と知恵を結集して難事件に挑む驚き宝介の成長物語3部作。驚きのライバル検事といえばガリュー京也だな。検事でありながらロックバンドガリューウェーブのリーダーでもある。法廷中に鳴り響くエアギターの音が印象的だったな。待った、エアギターで音が鳴るのは明らかに矛盾している。僕に言われてもな。続く逆転裁判5では新人弁護士日月心音が登場。心理学を武器に事件の真実に迫る。囚人でありながら検事でもある夕上仁が登場。斬撃を飛ばしてきて、せっかく垂らしていた前髪を切られたっけ。続く逆転裁判6で出てくるクライン王国では、霊媒の力で映し出された死者の記憶が被告人を追い詰める。クライン王国出身の僧侶で国際検事のナユタ・サードマディが登場。術を飛ばしてきて異議ありを封じられたっけな。私も何か必殺技を身につけるべきだろうか。いや、法廷バトルってそういうことではないよな。新たな進化を遂げていく逆転裁判シリーズ、まさに驚きが凝縮した一本です。なるほど逆転 TV。 謎解きミステリーの名作ゴーストトリック。ポップでスタイリッシュな世界観で、逆転裁判では複数の物語を紡ぐのに対し、一本の重厚な物語になっているのが特徴だ。ゲームがスタートした時にはすでに死んでしまっている主人公シセル、そして何者かに殺されてしまうヒロインリンネ。みんな死んでいるんだな。魂となったシセルが死者の力で時間を飛び越え、さまざまなものに取り付き操ることで死の運命を逆転させるのだよ。僕は発想を逆転させ、シセルは運命を逆転させるんだな。逆転裁判とは一味違った謎解きが楽しめるゴーストトリックもおすすめです。なるほど逆転 TV。 さて、紹介するゲームはこんなところかな。待った、逆転検事 1&2 三つるぎセレクション。三つるぎも配信者らしくなってきたな。貴様に付き合ってやっているだけだ。
逆転検事と逆転検事2の2作品をまとめて楽しめる。主人公は三剣玲治、弁護士ではなく検事側から事件の真相に迫る新たな形の逆転シリーズだ。逆転検事のライバルたちも三剣に負けず劣らずのくせ者揃い。検事を毛嫌いする国際警察の捜査官ロー・シリュー、まるで狼男みたいだな。ロー捜査官は大勢の部下に慕われている。悪口もほどほどにしておくんだな。一体何をされるんだ。続く逆転検事2では、検事審査会の一員でもある裁判官三鏡はかりが立ちはだかる。伸縮自在の木槌で却下を連発。あの木槌、法廷でも使っているのだろうか。確かに気になる。捜査の裏で明らかになる私三剣玲治の知られざる物語にも注目してくれたまえ。なるほど逆転 TV。 こうして振り返ってみると逆転裁判シリーズもいろいろとあるな。うむ、気になったクセモノやストーリーがあったらぜひ楽しんでほしい。でも例えばいきなり逆転裁判4、5、6驚きセレクションを遊んでも大丈夫なのかな。逆転裁判2あたりのこと、殴られて記憶を消されたかのように覚えていないんだけれど。まだまだ甘いな。なるほど、逆転裁判もゴーストトリックもそれぞれのタイトルは独立しているから好きなタイトルから始めても大丈夫だ。なんだってということで、そろそろお時間です。チャンネル登録しないと。いきなり三剣、今日はありがとう。おかげで助かったよ。それで次回はどうする。え、次回って。そうだ、大江戸戦士殿様の神回ベスト3というのはどうだろう。いや待てよ、小江戸剣士姫様の神回ベスト3というのもありだろうか。それで言うと大江戸戦士殿様